皆さんこんこにちは今日は学べる伝わるすぐに使える日本語トレーニングブックのご案内をしたいいと思いますこの本の特徴は文法などではなくて音に特化して日本人とコミュニケーションを取るときに最も重要な「言葉をきれいに伝えるそして思いが伝わる言葉へと変化させていく。 そこを特徴としていますまず最初のページでは表情トレーニングから行っていきますさあなぜ表情トレーニングが重要になるかと言いますと人は第一印象はほとんど視覚と聴覚で判断していますですから正しい言葉美しく聞こえる言葉と相手に伝わる表情というのがとても重要になってくるのです 表情トレーニングそして滑舌練習をしっかりした後はリズムによってきれいな日本語へと変化させていきます日本語はひらがなが一文字一拍という規則がありますからそれに沿って黒丸を一拍とし白丸を二拍と捉え「おはようございます」このように黒丸白丸のリズムマークに沿って「 徹底的にリズムを入れていきます。リズムが入ったら、その後は音の工程です。上のフレーズマーク、音の高さを表したマークに沿って、おはようございます。おはようございます。今度は、滑らかな発音になるように整えていきます。後半のページでは、 フレージングマークだけになりロールプレイングをたくさん反復練習することによって綺麗な日本語のフレーズを整えていきます文法をたくさん覚えたとしても相手に二度聞きさせてしまう話し方ばかりしていてはいつになっても円滑なコミュニケーションを取れたということにはなりません音に特化しリズムと音の工程をしっかりマスターし相手に 1>, 1回で思いが伝わるそんな話し方に変化させていきましょう。それででは以上です。